さ、そう、おう、おう、あ、来ちゃった。振り向くなじゃねえよ。それはもう実況的に振り向かないといけないんだって。どうもカラスのスペダンソートです。今回もレイヤーズオブフィアの方ね、続きやっていきましょう。前回はですね、自分の娘の髪の毛を使った、鉛筆を作りましたというか手に入れましたね。これで4つアイテムが集まりましたので、次のね5つ目のアイテムを求めやっていきましょう。いやーもう赤ちゃんとかがさ、もうどんどんさ、人形パラダイスだったんだよな、前回はな。今回は何パラダイスするのかといったところでしょうか。珍しく小綺麗だな。いつも荒れてんのに。あら？いきなり無限ループ？え？え？足音は俺？誰の足音？誰かいるの？あ、やばいよ、怖いよちょっとやっぱ怖いねこれね。なんだろうね、なんなんだろうね、この不気味さは。こう極端にバーンと来たかと思えば急にシーンと来るんだよね、このゲーム。うわ、怖っ。どんどん何かが変わっていく。この辺は見れないのかな。じゃあガンガン行っちゃっていいのかな、この回り方で行けば。あ、で、ドア出たぞ。いけるか。開かないね。じゃあもう一周。あ、これは開かないか。開かないね。ああ、ちょっと待って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 、堂々巡り。ああ、なるほど、開かないね。これガンガン行っちゃっていいパターンだな、きっと。よしよしよし、行っちゃうぞ行っちゃうぞ。さあ暗くなっていく。あ、誰かいる？いるよね、いるよね、いるよね。誰がいるの？あー行きたぐらいな。そこなんて書いてあるの？わかんないや。あー、もうだって絶対やばいじゃん。影来たあー怖いな、怖いな、怖いなぁ。明かりつけとこう。入らなきゃダメだよね、きっとね。入りましょうか。ドターンってなるぞ、きって。あ、ほらほら、ほら、ほら、来た。ほら、閉じ込められた。ほら。ねえ。明かり。これ何？なんて書いてあるの？物忘れ。なるほど。上ごと。なるほど。お、ホキョンボス？あ、タイム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 、ちょっと待って、ちょっと待って、お前タイムリップしてねって。ちょっと待って、待って、待って。ちょ、あ、大丈夫だったかな。うわ、こーわ。あ、開いた、開いた。他は？あ、開くね。これ全方向開くパターン。あ、全部開く。開くね。全部好きな場所に行ける。まあ、全部同じか。じゃあこっちかな。開きますか。開きました。行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。もう今回もガンガン行きましょう、ガンガンやってまいりましょう。大体もう舞台背景もなんかその異常さ具合も分かってきたし、メモももちろん読んでいきたいんだけども、ある程度テンポ感をやっぱ重視していきたいですよね。あ、なんか入れるね。なんか絵が一枚あるね。うまいなぁ。俺は絵が描けない人だからちょっと憧れますね。6月17日。彼はまたネズミにかかりきりになっている。私は一匹も見た覚えがないのだけれど。彼は話も聞かず家中に無数のネズミ捕りを仕掛けた。彼が言うには壁の中から何百ものネズミの音が聞こえるそうだ。いっそそれが本当なら連中が夜中に這い出して眠っているあいつを食ってくれればいいのに。残忍で自分勝手で惨めなあの酔っ払いを。いやもうあれなんだね、
酔っ払いでしかもこうなんかこう最古な感じになっちゃってて、もう奥さんもそれにすごく嫌気がさしてたわけですよね、きっとね。奥行けんのか、行けねえか。覚悟を決めろ、これちょくちょく出てくるね。これ重要な単語なんでしょうかね。まあ、いいか、一回戻るか。こっち行けなさそうだもんな。キー言ってたの、なんだ、大丈夫か。奥行けるんだよな。あー、こっちっぽいね。こっち行きましょう。まあ、メモ用紙が、あ、あれ？メモ用紙が、あ、こっちから来たのか。あっただけって感じかな。あ、じゃあこっちだな。ここが行ってないとこか。よし、行きましょう。あー、ちょっと待って。実体化してる、実体化してる。いよいよ実体化し始めました。あの方はな、誰なんでしょうか。奥さんなんでしょうか。メイドさんなんでしょうか。あー、暗くなっていく。近寄りたくないんだけど、なんか、ね、やっぱ泣いてる女性にはこう優しくしなくちゃいけないとこね、こう両親の教えがありますから、俺もね、こうやっぱりこう慰めなくちゃいけないなってい う, こう義務感のもと近寄ってまいります。あもう怖すぎるだろこのゲーム。ちょっと首をへし折られるんじゃねえの。大丈夫かこれ。ダメですね。大丈夫かダメかで言ったらダメですね、もうね、これはね。あー、びっくりした。楽しいね。レイヤーズオブフィア楽しいですね。これハイになる、もうある意味ハイになっていく。あー、もう首だけとか置かないで、もうプルプルするし、ピティするし。あ、ネズミがいたからか。なるほど。壁の中をね、ネズミがいるっつってね、言ってましたもんね。ここは何もないのかな。あー、怖かったね、今のね。開かない。あ、あったあった。ここの鍵を取んなくちゃいけなかったか。なるほど、なるほど。これで奥に行けるようになったか。あ、開いたね。開いた、開いた。よしよしよし。あ、で、ネズミに導かれていけばいいのかな。こう、やっぱこう、赤ちゃん要素も来たし、そろそろこう、ネズミの化け物みたいのが出てきてもおかしくないと思うんだよね。天井が落ちてくるっていうね。当たってたら普通に痛いやつだからね、あれね。この道もこう、何度か通ったような作りしてますよね。やっぱりこう、同じようなところをぐる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 とさせられますよね、このゲームね。無限ループって怖くねえだもんね、やっぱりね。ここを開けーの。よしよし、奥行くぞ。あー、もう床が落ちんじゃねえかって感じだな。狭いな、狭いな、異様なまでに狭いね。もうこんなところでね、さっきのあのメイドさんみたいの来ちゃったらね、もうたまったもんじゃないですよ。大丈夫そうだな。よし。いや、もうこう床がきしんでんだよ、常に。めちゃめちゃネズミいるし。さあ、さらに奥へと進んでいく。あ、パリンパリンとね、こうね、悪さするね、あのネズミ。おお、お、メモ用紙だね。ドッグ、キャット、ラット。あー、なるほどね。あみだくじみたいな、迷路みたいなね。こんなんあれだったね。自由帳とかによく書いてたね。迷路とか作るの好きだったな。自由帳にしょっちゅう迷路書いてた気がすんな。お、数字？え、ここに来てす、なるほど。メモのあの数字か。え、これわかんの？こんなの。これ、どこがドッグなの？これ、真ん中？真ん中、こっち？どっち？こう言って、こうか？こう、5番、5番。で、1番は？こう言って、こう言って、ん？正常な線がわからない。ここか、ここか、4、5で、ラットが、こう言って、8か。4、5、8。これで行ってみましょう。8。8。開かないっていうのね。開かないっていうね。わかんねえよ、このメモ。わかりづれえよ。259かな。
ドックの絵が書いてあるから犬だけで行ってみるか。259でどうだろう。犬の絵がメインで真ん中に書いてあるから259。ああいた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 。なるほどね。よし、これで開くでしょ。あーいたいたいた。ちょっと時間かかっちゃったよ。でこっちでいいのかな。おっと、家事要素か。家事要素来始めたか。またこれ間入れんの。泣いてるよ。光が差してる。希望の光だといいな。希望の光だといいな。絶対ありえねえけど、そんな絶対。こんなバッドエンド以外何もありえなさそうなゲームですからね、これね。あ、メモ用紙が1枚。ちょっと長いのでこれは今回は読まないでいこうか。それさあ、さあ奥に行きましょう。ガンガン行きましょうね。ガンガン行きましょう。火事要素怖いですよね、これね。奥さんは結局多分火事で死んじゃったんだろうからね。あー導かれてるね。めちゃめちゃ導かれてるね。一応ここ開けとくか。特に何もないと。よし行きましょう。うわすごいな、自動ドアもいいとこだよね。いいよな、こういう演出。おお、開いちゃうんかい。こういう演出いいよな。こう行けよーとこう見せかけてのドンドンドンっていうのこれね、期待させといてのね、これね。さあ奥までやってまいりました。これまた見慣れたとこな感じに近い感じですな。いやもう荒れすぎでしょ。もう ここがこういう状況が見慣れてるっていうのもおかしいけどね。基本瓦礫を踏みながら進んでますもんね。あ、眩しい男性、眩しいダンス。眩しい男性ってなんで、すげえキラキラして、もうジャニーズみたいな感じでしょうね、やっぱりね。これね、光り輝いちゃってる感じですもんね。一番下から開けていきたい。特に何もないと。で真ん中も何もなかったのね。長いな。信じるものかと最後に書いてありますが。なるほどね。さあ奥に行きましょう。さあ眩しい男性が奥に眩しいので光のないところへ行こうといった感じでしょうか。これは振り返ったら何かのパターンなんじゃないでしょうか。そんな感じがしてしょうがない。ゆっくりと、だがしかし確実に振り返っていく。あー眩しい男性かな。眩しいとこうね、こうね、キメ顔で眩しいといった感じでしょうね。あ、目はダメだね。眩しいから目閉じちゃったんだろうね、きっとね。ちょっとこ今日日差しやたら強いなーっつって、日差しやたら強いなーっつって近寄っていく。え、ちょっと四方を囲むのはアウトじゃない。あー白眼とこうね、白眼と行きましたけどね。やっぱりこうね、こうナルトの相棒というか、こうね、嫁になる女っていうのはこう白眼を使うのよっていうねところでしょうね。もう見ないで倒れたかな。ブラックアウトどうなった。あ、気失ってたのかな。こういうところめちゃめちゃ PT ですよね、この倒れてた演出ね。これね、横をこう G がこう徘徊してたら完全に PT ですけども。いやリスペクトしてますな本当に。オッケーオッケーオッケー。こうとうとうね白眼まで出てきましたからね、こうね、血経限界っていうところですからね、やっぱりね、レア度は高いですよね。これはメモだね。キャンバスの裏にネズミがいっぱいか。キャンバスを這い回る、脈動する毛皮の群れ、絵の具に毒だ、非最後の手段。それで燃やしたのか。じゃあもしかしてあれか、放火したことによって奥さんは死んじゃったのか。じゃあ事故じゃないのか。おちょっと今更そういうドッキリやめなさいね。
その生半可なやつじゃもう驚かなくなってきてはいるんだけども、ちょっと驚いちゃう。じゃあ驚いてんじゃねえかっつってね。そんな価値観があるのか。おお、もう生半可なやめなさい。びっくりするんだけど。なんかそのさ、ちょびっとずつ驚かしに来るの、なんかもう小刻みすぎるわ、それ。やばいね、あれね。一応近寄っていきましょうか。あ、なんかざわざわするぞ。これだ。Hey there, princess. やあ、お姫様。What? え？ああ、それはパパのお薬だよ。こうウイスキーのことかな。This is daddy's medicine.Whenever daddy's hurting, this パパが痛い痛いってなった時にそれが痛いのを消してくれるんだ。精神的な方でしょうね。こら、それに触るんじゃない。ああ、ごめん、待って、すまなかった、ごめん。予想以上に叩いちゃったかな。暴力うるっちゃったんだろうね。いや、もうろくでもない父親ですよね。アルコールにまみれてさ、娘には暴力を振って、奥さんにも冷たく当たり、そして最終的には家を放火してしまった可能性。おっと、中に入れる。お、アイテムゲットしたな。ハンドルだね。これで何かを回すのかな？ぽいよね。このクローゼットは何もなしと。じゃあ奥に行きましょう。さあさあ、そう、おうおうおう。あー、来ちゃったー。振り向くなじゃねーよ。それはもう実況的に振り向かないといけないんだって。辛いな。これがね、個人的に楽しんでるゲームだったら振り向かずに終わるんだよ俺は絶対。でもね、こう PT の前例もあるしね、もういい加減グダグダ言ってねって振り向けよってか。わかったよ、わかったよ。いきます。あー、やだ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 。また来るんでしょ、あのお嬢ちゃん。あー、来たー。もうあー、もう相変わらず美人だったわ。相変わらず美人だったわ。もう惚れちゃいそう。もう一目惚れだろうね、あれはね。もうやめてよ、ほんとに。あ、ちょっと待って、右下にあったハンドルのマーク消えてんじゃん。おい、ちょっと待ってよ、ロストしたか。これなんか一回死んだ扱いみたいな。だってもう理不尽だろそれ。実況するからには振り向かなくちゃいけないんだけども、こう明らかにハンドル使いそうな形してるけども。小さな痛みは長く続く。なんかそっちからさ声聞こえねえ。え、どうすんだろう。ご視聴ありがとうございました。ここは鳥の爪団の本部。今なら入団テストを免除で入団することができるぞ。真ん中のパネルを押して入団だ。一緒に鳥の爪団を盛り上げよう。あなたの入団お待ちしております。